こんにちは。今回は、なぜ本当の生きる意味はなかなかわからないのかということと、生きる意味が早くわかる人の特徴についてお話しします。前回、後悔のない人生にするには、よく言われているように、今を精一杯生きるだけというのは、 大変危険であることをお話ししました。ローマの哲学者セネカが、道が反対の方向に進みでもすれば、急ぐことすらその間の距離をいよいよ大きくすることの原因になると言っていますように、目的地もわからずに反対方向に精一杯走ってしまったら、 頑張れば頑張るほど、早く目的地から遠ざかってしまうんですね。その結果、手遅れになってから後悔しても、取り返しがつきません。それで、悔いのないように、今を精一杯生きたはずの歴史上の多くの人たちが、結局は後悔の人生に終わったことも、前回のビデオで見てきた通りです。 では、本当に後悔のない人生にするには、どうすればいいのかと言いますと、本当の生きる意味を知る必要があるんですね。それは、仏教の中に教えられていますので、今回それを、生きる意味109という本にまとめてみたんですね。ところが、今までの経験上、この 本当の生きる意味が早く分かられる方には共通する心の特徴があるんですね。これはかなり共通して言えることですので、この生きる意味109をどのくらい読まれた時点でそう思われるかでご自分で判別していただけると思います。それはどんな心かというと、この 本当の生きる意味がどういうことなのかが分かってこられるとその時点でこんなことならもっと早く知りたかったと思われるということです実際聞いてみるとこんなふうに言われるんですねこの生き方をもっと早くに小学校5年生や6年生頃知っていれば違った人生を 遅れたかもしれないと思ったりします。とか、もっと早くにお釈迦様の教えに出会いたかった。とか、もっと早くに気づいていたらと思うと。かなり遠回りしたなという感がある。というような感じで、こういうことは若い人だったら高校生でも言うんですね。もっと早く知りたかった。 人生誤ったと高校生が言ったりもします。これは小学生でも言うかもしれませんのでひょっとしたら過去世からのご縁なのかもしれません。ほかにももっと早くに子どもの頃より教えられていれば後悔しない生き方をしてるんだろうと思うばかりですとか仏教に もっと早く出会っていたらと思います。とか、この教えが数千年前からあったなんて、もっと早く出会いたかったです。こういうように、本当の生きる意味は2600年前から仏教に教えられていますので、これまでインド、中国、日本の多くの人たちが本当の生きる意味を知って、 人間に生まれてよかったと大満足の身になってこられました。ではなぜそんなはるかな古から生きる意味は解き明かされているのにそして今もこんなに生きる意味を早く知りたかった人がいるのにどうして今の日本ではなかなか生きる意味がわからないのかと言いますとその一つの要因として世間で 間違った常識がまことしやかに語られているからという現実があります。そういう常識の間違いは無限に多くのバリエーションがあるんですが、今回は7つにまとめて順番に生きる意味109の中にその問題点を取り上げてありますので、よくお分かりいただけるのではないかと思います。 それらの間違いは一言で言うと今を生きる意味と人生全体の意味の違いがわからずに混同してしまっているということなんですね。そんな今を生きる意味だけを追求して精一杯突き進んでいくとその人自身が最後こんなこととは知らなかったと後悔の人生になってしまいますので よくよく知っておいていただきたいと思います。ただ、これらの問題点をよくご理解いただけたとしても、一つ注意点があります。それは、これまで私がたくさん失敗してきた経験上を言えることなんですが、間違った常識を言っている人を見つけたときに、この本に書いてあるような問題点を本人に面と向かって言ってしまうと、 相手が目を白黒させてゼックしてしまったり、周りに人が大勢いると、その場の空気が凍りついてしまったりするんですね。これだと相手は受け止められないので、結局お互いにとって良くありません。そういうことを踏まえて、よくご存知のこととは思いますが、人に教えてあげるときは、よく空気を読んで、配慮深く、 そっと教えてあげていただきたいと思います特にその人が大切な人であればなおさらそうなんですね直接言わずに遠回しに自分で気づくようにするとか難しければこの本を見せてあげて感想を聞いてみてもいいかもしれませんところがこの本に出てくるような 7つの間違いならまだましな方なんですが、さらには、もっと本当の生きる意味を見失わせて、多くの人の人生を狂わせてしまうような現実があるんですね。それは、何の根拠もなく、人生の目的はないと思うと言ってみたり、生きる意味なんて考えなくてもいいんじゃないかなと言ってみたり、 食べるために生きていれば十分。それ以外に何の必要があるのかというようなことを一部のベストセラー作家や大学教授のような人たちが平気で言ったり本に書いたりしてるんですね。もちろん言論は自由なんですがこんなことを言っていては真面目に生きる意味を探し求めている人がそっか生きる意味を 考える必要はないのかと思って思考をストップさせてしまう可能性があるんですね。それでは本当の生きる意味はわかるはずがありません。しかもベストセラー作家や大学教授のような権威ある人たちは影響力がありますから。そんな人たちが生きる意味を考えることが悪いことであるかのような 生きる意味を探求する人を愚か者でもあるかのように言ったり書いたりすると多くの人が思考停止に陥ってしまいますそれが作家や大学教授のような知識人のすることなのか何か別の目的があって言ってるのか疑問なんですが多くの人が考えるのをやめて何も考えずに 生きるようになってしまいますから、そんな無責任なことは言わないでほしいんですよね。どんな世界でも、権威者の影響力が強すぎて、それ以上の発展ができなくなってしまうということは、よくあることだとは思いますが、そんな閉じられた世界で、これからも多くの人が、本当の生きる意味がわからず、食べるために生きるだけで十分で、やがて、 時間が経つと死んでしまうと。そんな動物みたいな人生になってしまったら、本当に残念なことだと思うんですね。人生は短いですから、もうこれ以上、そんな権威者の犠牲になって、人生をもてあそばれてしまうような人が出ないように、今回、生きる意味109という本の中に、このような よくある常識の問題点と人生のありのままの姿を公開してしまうことにしました。この本に書かれている人生の秘密を知れば、いかに本当の生きる意味がそんな常識とは次元が違う問題なのか、そういうことが一目瞭然だと思いますし、もうこれを踏まえなければ、生きる意味を論ずることはできないというような基準をもっと高くして、 現代日本をもっと人生について自由に論じられる開かかれれた状態にしていいいなななければならないと思いますそれには大変な努力が必要なことですし同時にこれまで多くの人が信じていた常識の間違いを打ち破ることになるわけですから私もかなり傷だらけになることは覚悟しなければなりません。 しかし、今の世の中を今よりもっと開かれた世界にして、皆さんに本当の幸せをお届けするためには、現在蔓延している人生について考えるのをやめてしまう風潮を断固取り去っていかなければならないと思います。ですから、こんなことがあるなら、もっと早く知りたかったという人が、もしあるならば、 一人も残さず、一人も漏らさずお届けできるように全力で臨んでいく決意です。そのためにはこの本の収益もすべて本当の生きる意味をお伝えするために使わせていただきます。今回の生きる意味109はそんな願いを込めて書き上げましたのでぜひ自分自身も 後悔のない人生を送りたいし、今の世の中をもっと人生について自由に論じられる、開かれた世界にしていきたいという意識の高い方に、この本当の人生の秘密を知っていただきたいと思います。ただ、この本を書いたのは、すべての人のためというわけではないんですね。もし、生きる意味なんて考えなくてもいいとか、 食べるために生きていれば十分とか、そんな権威者たちと同じように考えている人には、結局この本を読んでも何が書かれているか理解することもできずに、時間を無駄にすると思いますので、読むのはご遠慮いただきたいと思います。逆に、もしあなたが本当の生きる意味を知りたい、そんな人生の秘密があるんだったら、早く知りたかったと思っておられるとすれば、 この生きる意味109はあなたのためのものです。ぜひこの本に書かれている本当の生きる意味の秘密をすべて知って共に一度きりの人生決して後悔のないようにしていきたいと思います。またもしお近くに早く知りたかったと思われるような方があればその方には 先に知らされた私たちからしか伝えられないと思いますので是非この本の存在を知らせてあげていただければと思います。それでは次は「生きる意味109」の中でお会いしましょう。どうもありがとうございました。